い、皆さんこんにちは。カリチャンネルののとみです。今日は料金前っていうこともあって、特に初心者さんにお伝えしたいなと思う狩猟行為と SNS のお付き合いの仕方とマナーについてお話をしていきたいと思います。それではどうぞ。はい、私ツイッターとフェイスブックとインスタグラム、そして YouTube、 SNS をやってるんですけど、 TikTok もやってるじゃん。あ、 TikTok はまあ気まぐれにやってます。気まぐれにやってるんですけど、私初めて寮を出たのが2018年の冬だったんですよ。でそこから YouTube はずっと上げてたんだけど、2019年の夏頃にフェイスブックとかインスタとかツイッターとかをバッて始めたの。この半年間ブランクがあるんですけど、それはなんでだと思う？俺に聞いてんの？視聴者じゃなくて。なんでだと思いますか？わかんないです。はい、あのね、その半年間は登録して見る線で皆さんの投稿を勉強させてもらってたんです。まあもう単純に量を勉強させてもらってたっていうのもあるんだけど、なんて言うんだろう、炎上とかがすごい怖かったから、急に何もわからないままに、じゃあ発料機だっつって始めてさ、バーって上げてって炎上して許可取り消されちゃいましたみたいな、捕まっちゃいましたみたいになるのが嫌だったので、まあそういったこう SNS 投稿のリスクとマナーみたいなのを勉強を半年してたんですよ。で、そこか、それで、ある程度こう自分の中で、あ、こういう風に行こうっていう風のを決めて、2019年の夏頃に始めたの。まあ、YouTube はね、2019年の1月からスタートしてます。それはね、斉藤さんが始めたの。はい、僕のチャンネルです、一応。はい。のぞみず仮チャンネルだけど。はい。はい。で、ただ、それを広げていくための SNS っていうのは私の管理なの。で、はい、勉強というか、そのを見て夏頃に、2019年の夏頃に始めたんです。で、毎年そこから寮の世界に今6年目なのかな、身を置いて思うのが、この寮が始まる時期、年内ぐらいって初めて今期寮ですっていう人が違反を上げちゃったりだとか、こう炎上するようなものを上げちゃったりだとかして、儚く散って消えていくみたいな方もやっぱり多くって、ちょっとそれ見てるのが辛いなと思ったので、それ正解じゃないけど、私はこういう風にしてきたよ、私の一例はこうですよっていうのをお話ししていきたいなと思います。そうだね、これから寮やる人に少しでもね、参考になれば、ね、SNS の使い方の参考になればいいなと思ってお話をしていこうと思います。まあ、最近はツイッターなんかではセンシティブ機能っていうのがついて、こう見るか見ないかを選べるようになってるので、昔よりかはちょっとこうなんていうか揉め事が少なくなったのかなっていう印象がございますが、やっぱりね、あの獲物をあげるっていうのがちょっとリスクがあるかなって思いますね。はい。で、私は参考に、私はツイッターなんかで獲物をあげるときって絶対丸々はあげないんです。爪先ちょこっとだけあげるの。それってあげる意味あるのかなって思うのかもしれないけど、私はそれに自分のメモ機能としてツイッターとか SNS を使ってるところもあるので、まあ何月何日ぐらいの時に、まあこれぐらいの時期にこれぐらいの初獲物を取ったよっていうのを、まあ自分のログとしてあげてる感じです。それをなんかこう、例えば首がズバッて切れてて血だらけで丸々全部写っててみたいなのが写った時に、他の人がどう思うのかなっていうやつかな、うん。まあ、ただそういうのを上げてらっしゃる漁師さんももちろんいるよ、うん、その人たちは私は否定はしないんだけど、その私は特に炎上したくないからそうしてるだけであって、それは違反ではないです、うん。
ただ炎上しやすいかしづらいかっていうだけの話だよね。としやすいと思う。そして、うん、多分同じことをやっても例えばこう同じものをあげたとしても若い男性があげるのと経験を積んだ男性があげるのと若い女性があげるのと経験を積んだ女性があげるのとではなんかこう炎上のしやすさが違うように見てて思う、うん、あるよね。ちょっとあるかもね。やっぱりねあのね今日というか今年寮を始めた人たちっていうのは私は一番炎上しやすいと思ってて、それはねやっぱりこう爪が甘いので、爪が甘いっていうのはしょうがないの、だってやったことないから、うん、だからしょうがないの。その突っ込むところがやっぱり始めた人たちっていうのは多いので、それなので炎上しちゃう人っていうのが出てくると思ってます。なのでまあその獲物をあげたいな、オープンな場に獲物をあげたい、ログとして残したいなっていうのであれば、血が出てたりだとか獲物丸々が映ってたりだとかっていうのは避けた方がベター。そうだね、血が出てたら白黒にするとかさ。あ、そうね、血が出てたで今やってる漁師さんたちがどういう風にしてあげてるかっていう例を挙げると、私みたいに部分的にちょこっとあげる人もいるし、モザイクをかける人もいるし、白黒にする人もいるし、目にね目だけ隠すしてあげる人もいるよね、うん、やっぱりこう何かこう生き物を見た時にその生き物の悲壮感っていうかなんていうかこう生き死にが分かるところってどこかっていうとやっぱり目だと思うんですよね。やっぱりこう言葉でも目に光が灯るとかさ、こう目ってすごいその人の状態を表すものだから、亡くなってしまった動物の目って結構見慣れない人って見たらうって思うんだよね。なのでちょっとその辺を気をつけてあげると炎上しづらいのかなと思います。基本的にあれだよね、炎上しやすいのはやっぱりその獲物なんで、今までね炎上してる方も獲物を写して笑顔で撮ったとかさ。そうね、そう今までの炎上を見ると私はと気をつけてるのは、じゃあなんかこう例えばメディアとかで獲物と一緒に写真を撮らなきゃいけないってなったら、私は基本的には獲物と一緒に写真撮ることは私はないです。私が獲物と一緒に写真を撮るのはセロースの部分だけにしてて、自分が解体したお肉今日のセロースですっていうふうにあげてるの。それも基本は私は歯は見せないようにしてます。笑わないようにしてます。別に笑って撮ったっていいんだよ、何回も言うけど。私はね、違法じゃないからね。そう、別に獲物と一緒に写真撮るのは違法ではないことをお伝えした上で、笑ったって別にいいんだけど、私は炎上したくないから笑わない、歯を見せない。あとはそうね、人間の文化的に人間に近しい動物は捕らないしあげない。例えば猫ちゃん、野猫で狩猟鳥獣って言って捕って違法じゃないんですよ。ただとても人間に文化的に近しい存在じゃないですか。猫って可愛いじゃないですか。なのでもし私が撮ったとしたら絶対あげないし、撮ったことも言わないかな。で私キツネ撮ったことあるんだけど、でタヌキなんかもよく撮れちゃうんだけど、まあ、そういったものも基本あげないかな。タヌキとかキツネもやっぱりこう日本人にとって馴染みが強くて、キツネはゴンギツネっていう絵本があるぐらいだし、タヌキだってやっぱこうカチカチ山のタヌキさんじゃないけど、とても文化的になんかこう近いんだよね、うん、なのであげません。私は生きてる姿はあげたりするけど、ね、生きてる姿はあげたりするけど、捕まっちゃったとかね。基本的にはそのこと切れた状態は私はあげないようにしてます。あとはねもうあの違反、もう論外になっちゃうかもしれないけど、それが違反かどうかっていうものはまずあるじゃないですか。で違反になってるものをあげるのは論外として、じゃあ違反じゃないものをあげるとした時に、その現場にいるのって自分だけじゃないですか。違反してないって分かるのって自分だけじゃないですか。画角の問題があって、違う角度から撮って SNS にあげた時に違反してるように見えちゃうものがあるんですよ。例えば指取りっていう言葉があるんですけど、基本的に銃を持った時に対獲物がいた時しか引き金に指入れちゃいけない
だけど、それが入れてないの分かるのって自分だけで、角度的に違う角度から見たら入ってるように見える時もあるんですよね。正面から見ると入ってなくても、横から見ると入ってるように見えるからね。正面から見るとこう、そう、先ほど斉藤さんが言ったけど、正面からってこの角度で見ると入ってないの分かるけど、この角度で見るとなんかこう入ってるように見えちゃう、ここが丸くなってるように見えちゃうことってあって、そういったのも私は結構気をつけてるというか、これは本人というか撮る人が気をつけてる感じっていうか、なんて言うんだろう、上げるときに確認する指、うん、あとは道路とかね、あ、遠くから撮ってるとさ、手前にある道路にがさ、こうね、道路沿いに見えちゃう、道路にいるように見えちゃう、実際は道路にいなくてもっと遠くにいるんだけど、手前の道路にずっと続いてるように見えて、道路中で銃を持ってるように見えちゃうとか、なんかあとさ、動画を上げるんだったらさ、うん、実際ちゃんと見ると、ちゃんと現場にいると、例えば道路をまたがってなくて撃ってるのに、うん、画角的に見せた時になんか道路をまたいでるように見えちゃう場合とかもあるのよ。あるよね。なので、うん、基本私たちでメディアに出る時っていうのは、その撮った映像を確認してからじゃないと出ませんみたいな感じでやってるんですけど、そういう実際は大丈夫だけど画角として見た時にアウトに見える案件もあるよっていうのをお伝えしておきたいです。あとはね、こうね、そういったこうマナーの問題についてもお話ししたいなと思ってて、例えば初めて銃持ったから、初めて銃持って射撃場に行ったから嬉しくなっちゃって、自分の銃と一緒にその銃をしてる風景をあげたとするじゃん。その時に他の人が銃持ってて、他の人の顔が映り込んじゃったってあるじゃないですか。で、今さ、まあ顔が映り込むのって基本的にはダメだけど、特に銃の所持者っていうのは銃所持してることをやっぱ知られたくないと思ってる人もいるわけで、なので基本的に他の人は撮らないかな、もしくは私たちは撮るときは OK だよって許可を得ないと撮らないし、そうだね、っていうか、まあ射撃場自体で写真とかは基本的には許可を得ない限りはうちらは撮らない、撮らないよね。こう、あと 射撃場とあと銃砲店、うん、銃砲店に行ったから嬉しくなって欲しいなと思う銃を撮っちゃったっていう、その後ろ側にもしかしたら個人情報が入ってるかもしれないからさ、うん、この銃を買う人の名前とか書類とかさ、うん、なので撮りたいなって思ったら、ちょっとこの銃撮っていいですかとか、銃砲店で撮る場合は、あとはね、やっぱり初めての寮だからって先輩に付き添ってもらったりしてさ、その先輩がやってるところをこう撮って勝手にこう上げちゃうとかさ、それはダメですね、うん、それは先輩 の許可を取る、ちゃんと許可を取ってとか、自分がやってるところはもちろんね、自分の許可だけでいいと、責任のもとだからいいと思うんだけど、それって間違うと何かこう、ま、さっきの画角問題とかで相まって間違って炎上すると、先輩がの所持許可っていうのが剥奪されちゃう可能性がありますので、基本は人は取らない。そしてじゃあ先輩にさ連れてってもらうとするじゃん、うん、先輩にその寮母に連れてってもらったとしてさ、ここ先輩の寮母って取ってあげるじゃん、先輩だけの寮母かもしれないじゃない、先輩が一生懸命開拓した寮母かもしれない、で、まあ、そういうことはしない方がいいかな。そうだね、寮母が分かったりとかって、ね、寮母が分かっちゃったりだとかさ、松茸みたいなもんだよね。あ、そうね。いつも松茸の話するじゃん。松茸食べたい。ずっとなんかもう1週間ぐらいずっと松茸の話してるからさ、松茸食べたい、松茸山誰か松茸の場所教えてくんないかなってずっと言っててさ松茸のね、あれをしたいの、落札したい茨城県ないからね、あんまりね。まあ、話戻ると、いや、松茸の話ちゃんとしてよ。いやいやいや、話戻すと他の人っていうのは映さないのはいいかな。もちろんそこがこうさ、話がついてるんだったらいいと思うんだけど、でさ、なんかさ、こうさ、あの、私こうやって YouTube やってるじゃないですか。で、めっちゃこうそういうの気をつけてるじゃないですか、はい、で、私とかがこう撮る時ってさ、結構さ、ちゃんと許可得ていいですかって一人一人聞いてるじゃん、私って、うん、名刺とか渡せるなら渡してさ、うん、めっちゃ私気をつけてるのに、私のことを無言でじーって撮ってる人とかたまにいるいるよね。
勝手にみたいな。勝手に撮ってるのよ、私のこと。そうそうそうだけど、それはやっぱり、いや、まあ勝手にはやっぱ良くないね。うん、やっぱでも、こう、その時ってなかなか撮られてる本人って、ちょっと撮らないでくださいとか、なかなか言えないものなので、なんかこう、やっぱり自分が自分の管理下のもと確認して、私は自分で動画を上げたりしてるから、それが炎上する分には自分の責任として返ってくるわけだからいいんだけど、勝手に撮られたものが勝手によくわかんないところで SNS に上がって、それが炎上しちゃって目も当たれない状態になったらすごく嫌なので、うんうん、やっぱり嫌かな。そうだよね。言ってほしいよね。言ってほしい。撮っていいですかって。別になんかそんなよっぽどなことがない限りはね。私フリー素材だと思ってるから。そうそうダメだよなんて言わないので。言わないです。言わないです。はい、心構えもあるしね。写真とかだったらまだいいんだけど、たまになんかこう動画とか撮ってる人いるからちょっと困るよね。それだ困るかな、うん、あとマナー的な問題っていうと、まあそうか、人の、あとはさ、ほらよく言われてるのがさ、先輩とかの寮連れてってもらったとするじゃん、うん、その先輩にさ、ここで寮していいよって言われない限りはそこでは寮はしない方がいいのかなっていう、うん、先輩がいない時にね、先輩に連れてってもらった場所でってこと。そう、うん、許可。まあそうだね、そこはでもまあ先輩との間柄だから。あ、そう、先輩との間柄というか先輩との話になるけどさ、うん、だってまたさ、じゃあ先輩に教えてもらったところ、その人が誰かを連れてきちゃったりとかするとさ、あ、まあね、勝手に広まっちゃうからね、なると思うんですよね、うん、あとはあれだね、マナーじゃないけど、まあ1年目は鳥はあげない方がいいかなって俺は思う。鳥ってすごい種類がいて、ハイブリッドもいたりするから、うちらもあんまり鳥はあげたりしないんだけど、もうそれがその種類だよっていうのが本当にわからないと、本当に似てる鳥って結構多いので、なんかこう、私6年ぐらいやっぱこの SNS のこの海の中に身を置いてて、やっぱこう鳥関係で炎上してる人は多かったですね。多いよね。取っちゃいけない鳥を、取っていい鳥だって言いながらあげちゃう。本当に似てるやついるからね。いるよ。まあ、シギで言うとさ、タシギとかさ、もう本当に似てるのが多くて、シギ似てるね、本当に似てるね、うん、だからシギあげてる人は本当に詳しい人だなと思って、私尊敬してる、うん、シギは俺も怖くてあげられないもん。なので気をつけるってね。もちろんね、ちゃんとね、判断してちゃんとね、 OK でもちろん狩猟はしてるんだけどさ、どうしてもね、似てるのってやっぱり遠くから見るからさ、絶対かって言われるとね、どうしても絶対じゃない人もいるから、まあ危ないことはしない方がいいよね。大前提として日々勉強を頑張るっていうのと、紛らわしいなと思われるものはあげない。不安要素があったらあげない。鳥もそうだし、その自分の行動もそうだし、そこまでして SNS にあげる意味ってなっちゃうから。取り上げられちゃったらね。そう、取り上げられちゃったらさ、うん、ただここまでこんな長くグダ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 言ったけど、好きなものをあげていいのがあなたの世界が SNS の世界だからね、うん、そのマナーとそういったちょっとしたものっていうのを気をつけながらこう使うと、すごくこう SNS って便利なもので、なんかこう、私は教科書なんかよりこうすごい生の声をいただけて勉強になる世界だと思ってるので、お互いこう楽しめたらいいなって思います。そうだね、いろんなね、漁師さんがいろいろ情報を上げてくれたりするので、それだけでもすごい助かるし、いろんな情報を取りに行けるっていうのと発信できるっていうのもすごい重要なことだからね。あとね、私一個だけいいかな、はい、一個だけいいかな、はい、こう調べたらすぐ分かることを他人に聞くっていうのもちょっと気をつけた方がいいかな。あ、確かにねって思う。いや、なんかね、結構漁師だけじゃないくて、うんうん、ありがちなんですけど、うん、Google で調べたらさ、5秒で出てくることをさ、聞いてくる人っているのね。そうだね、調べてわからなかったらしょうがないけどね。それは聞いてくれて全然私いいの。そう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 。ただ、例えば何々、例えば熊って取っていいんですか、ダメですかとかさ、調べたら出てくることなんですよ、それって。確固たる情報が、うん。で、やっぱりこう聞かれた方って、なるべくこう、答えたいと思ってるんだけど、あ、調べたら出てくることなんだけどなってちょっと思ったりしながら やったりするので、まあ、基本的には、私への問題じゃなくても、基本誰にでも、そして量に関することじゃなくても、自分で調べられることは自分で調べるっていう癖はあった方がいいと思います。
私の願いというか、みんなやっぱりこう仲良く揉め事なく、そして怪我なく事故なく病気を終えていきたいなと思いますので、せっかく免許取ったんだからね、はい、長く頑張って、はい、で、はい、私自身もこの動画がこう壮大なるブーメランにならないような戒めにしながら病気を頑張っていきたいと思います。はい、これからもですね、いろいろな動画を上げていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラムともありますので、そちらもチェックしてみてくださいね。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。バイバーイ。はい。